What's up, Chachos? 英会話スクール English Partners のブリジットです。間違いない英語では You can tell。直訳はあなたは言うことができるようですが、言い換えると間違いない。わかるよ。やっぱりね。といったニュアンスになります。例文を一緒に練習してみましょう。ジョンがジムに通っているのは間違いない。筋肉質になっています。You can tell John goes to the gym because he's become so muscular. はい。You can tell John goes to the gym because he's become so muscular. 間違いない。英語では You can tell。日常会話でよく使うから使ってみてください。出張英会話レッスンならイングリッシュパートナーズで検索。オンラインレッスンもやってます。